マスカットナイト品川うるせえよグランプリ。皆さんもご存知だと思いますが、あの方結構すごい監督なんですよ。そうなのよね、撮ってんのよね、結構すごいんで、近々またね新作の構想がもうあるとはいうことらしいんですよ。動き出してんだ、うん、ということで今日は特別に、うん、このマスカッツの、ね、メンバーの、ね、オーディションを行おうと。チャンス、数々のヒット作を生み出してきた品川監督、今回最新作のオーディションを開催。しかし実はこのオーディションは全くの嘘。 MC 陣の指示で動くマスカッツをオーディションに送り込む品川へのドッキリ企画なのだ。ということでね、今回のオーディションのためにこちらの方にも来ていただいておりますよ、うん、どうぞ。まあ、今からマスカッツの皆さんにはこれから順番に別室でオーディションを受けてもらうんですが、うん、ちょっとねこちらの表をご覧ください、うん、こちらですか、はい、うん、はい、得点表ね、うん、得点表、はい、これそれぞれ庄司じゃねえからと、帰れと、バカにしてんのかよ、ふざけんなよ、うるせえよ、それぞれポイントついてますね。これ品川監督にこれ言わしたらポイント入るの。だいぶ失礼な、オーディションは全くなしですね、じゃあね、そう、そう、全ては本物のオーディションだと信じている品川へのドッキリ。果たしてキーワードをたくさん言わせるのは誰？じゃあ俺から行こうか。お願いします、ね、うん、さん。いきなり自分から行く。そうですね、はい、誰がいいかね。青い、うん、はい、ロボットっぽいね。一組目は矢作青いペア。品川から何ポイント取れるのか。はい、お願いします。すごい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お、来た、お願いします。お願いします。もう始めていいですか。どうぞお願いします。じゃあ一応自己紹介して、はい、葵つかさと申します。26歳です。はい、よろしくお願いします。特技、特技、そうですね、特技はそうですね、一目で猫好きか犬好きかを当てることができます。あ、そうなんだ。はい、じゃあ俺どっち？猫ですか？いや、犬です。すいません、はい。あ、でも前世はもしかしたら猫が好きだったかもしれないです。前世？はい、前世そうね、はい。ちなみに僕の映画って見たことあります？あ、全部見てます。全部見てます。あ、本当ですか、はい、な、何が一番好きとかありますか？いや、でも全部面白かったです。いや、でも全部面白かったです。はい、特に、でも特にって言っちゃうと言わなかったやつと差をつけることになるんで、言えます。特にって言っちゃうとなんかこうね、平等じゃなくなるんで。平等って全部俺が撮ってるから。でもその順位がついちゃうんで、それは言わない方がいいと思います。順位がついちゃうんで、あんまり言わない方がいいかなと思って。バックトゥザフューチャーが好きです。バックトゥザフューチャーが好きです。あ、バックトゥザフューチャーが好きですね。一緒違ってて、バックトゥザフューチャー俺も好きだけど、俺のじゃない。あ、でもバックトゥザフューチャー結構いい。いや、そう、俺も好きだけど、はい、俺関係ないバックトゥザフューチャー。その俺の映画でなんか印象に残ったシーンとか、なんか順位つけたくないんでしょ。そうですね、平等に、平等にしたいと、はい、なんかこの印象、あ、このシーン覚えてるみたいな、このシーン好きだわみたいな。でもその印象に残ってるシーンを言っちゃうと、うん、他のシーンとのこの差別が出てきて、でも、ね、こう印象に残ってるシーンを言っちゃうと他のシーンとのやっぱ差別が出てちゃって、また平等じゃなくなっちゃうんで、他は面白くなかったってことになっちゃうんで、他が面白くなかったってことになっちゃうんで、やっぱちょっと言いたくないですね。言いたくない。そう、誰が、じゃあ映画見たことあるんだよね。映画はい、好きです。バックトゥザフューチャー、バックトゥザフューチャーね。まあ俺関係ないけどね、はい、じゃあバックトゥザフューチャーのどのシーンが好きとかある？やっぱりそれ言っちゃうと平等じゃなくなっちゃうんで、うん、大丈夫だよ多分。バックトゥザフューチャーの関係者見てないから絶対。いや、
一番っていうのは決められないですよ。全部良かったっていうのはやっぱ決めれないですね。はい、そうか、そうなんです。なるほどね。じゃあちょっとアクションがある映画なんで、はい、ちょっとアクション見たいんですけど。アクション、はい、リアクションリアクションですか。いやいや、アクション、リアクション、リアクションだってその映画だからバラエティーじゃないから、はい、そのアクションシーンがあるんで。アクションシーン、そうそう、アクションシーンって知らない？アクション、あのドタバタするやつですか？あのなんかドタバタしてるやつです。ドタバタ、いやドタバタってちょっと言い方悪いよ。はい、この戦ったり、ほらそこにさ刀とかいろいろあるじゃん。ああ、それを使って拳銃とかね。はい、なんか好きな武器ない？でも好きな武器決めちゃうと、いやでも他の武器に失礼になっちゃう。好きな武器決めちゃうと他の武器にやっぱり、いやないない、武器はその嫉妬とかしない。全然うるせえよって言わないな。優しい。全然言わないね。とりあえず持ってみる。じゃあ銃持ちます、自分の好きなやつ。ああ、じゃあとりあえずじゃあ銃持ちます、うん、じゃあ音楽かけるから、品川君に向けて、品川君に向けて手を挙げろ、手を挙げろ。いや違う違う違う、今音楽かけるから、はい、それ音楽に合わせてやる。 , 笑っちゃってるじゃん。手を挙げろとか、うん、バキュン、音楽かけるバキュン、バキュン、バキュン。いやそのバキュン、バキュン、うん、違います。ちょっと違うかな。このアクションだから、そのちょっと動いてみたりとか、はい、こう走ってバッて止まって銃構えてみるとか、はい、そういう感じ、うん、ちょっと音楽かけてみていい？はい、じゃちょっとかけてみるね。何もしなくていい、何もしなくていい、組でリズムだけ。軽く乗られても、これやられたら怖いぜ。音楽に乗られてもさ。一応リアクションしたつもりで。リアクションじゃ、アクション、アクションなの。じゃあもう一回、すみません、お願いします。かけるよ。さっきよりちょっと派手に首。いや踊っちゃってるよ。踊っちゃってるよね。アクションだから。全然怒んない。全然怒んないじゃん。笑っちゃうんだろうな。笑っちゃう。どうすればいい？どうすればいいんですか？どうすればいいんですか？いやアクションだから。うるせえ手を挙げろ。うるせえ手を挙げろ。いやそんな。バキュン。バキュン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 、そのなんかバキュンとかっていうよりこうなんこの体の動きがみたいだよね。体の動き、なんかスポーツやってた？フェンシング、フェンシングやってました。フェンシング、はい、本当に、はい、じゃあなんかその市内でフェンシング的なのやってみてよ。あ、いいですよ、でしょ、いいですよ、いいですよ。なんかで品川君にメーンって、いやフェンシングって月じゃん。それベンっつってない？メンメン、コテコテ、うん、フェンシングって月じゃん。コテコテコテ、ドド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 ベン。ちょっと音楽かけるからやってみようか。その感じでいいからさ、じゃあちょっと音楽かけるからやって、その調子でね。それ時間です。ワオ、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー。何よ、スリー・フォーって。いや度胸はすごいと思うけどさ、もういいから死んなよ。はい、合格ですか？合格ですか？いや、そういうのあんまり自分で聞かない方がいいと思う。合格ですか？だって冷静だな。何これ。優しいだろ。優しい。思い残したこととか、なんか聞きたいとか。うん。別にないです。ないんだ。はい、ないよね。はい、でも私ミキティのファンです。あ、でも私あのミキティのファンなんですよ。うん。可愛いですよね、ミキティさん。うん、そうだね。俺関係ないからね、ミキティ。あんま。そこまで会ったこともないし、俺ミキティの方じゃないの。あれ誰でしょ、誰でしたっけ。
ミキティが庄司。あれ？庄司じゃないかな。よし。なんか今のあのトーンでいいの？あのトーンでいいの？何テンション下がってんの？庄司じゃないんだってこと。庄司じゃないんですね。庄司じゃない。帰ってもいいですか？帰っていいですか？うん、帰っていいよ。ありがとうございます。じゃあ帰ります、はい、どうですかね、受かりますかね。受かりますかね、私。え、受かりますかね。あんま聞かない方がいいじゃん。そういう今何パーぐらいですか。何パーぐらいで。何パー、いや、だって受かりたくないんだもんね。いやいや、そんな、何パーか、何パーかだけちょっとあのヒントだけちょっとください。受かる確率、受かる確率、受かる確率、うん、じゃあ30%ぐらいかな。引く引く高くつけた方よ、30。だいぶ気使って30。いやいやいや、30か。30って言っといて、ちょっとあれでしょ、後で私のこと抱こうとしてるんでしょ。30って言っといて、どうせ後で私のこと抱こうとしてるんでしょ。いや、抱こうとしてないよ抱こうとしてたらもっときっと高くつけると思うよ。枕 OK ですよ。枕 OK ですよ。え、枕 OK ですよ。枕 OK ですよ。本当ですか。はい、失礼します。失礼しました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。すいません。すいません。ありがとうございました。すいませんでしたっつっちゃってるもんね。でもいいよ、あの 10ポイント取ったから。確かにこれ難しいわ。うん。よし。小木さん。小木さん。はい。ロボット決めんのね。これ大事だね。ロボットな。じゃあ、湊。はい。湊。港の場合、指示出さなくても普通に大丈夫そうだよな。お前の素で行けば、素でちょっと態度悪くしろってたら大丈夫そうだよ。もうね、だからタメ口で言ってもいいかもしれないね、もうね、ちょっと。まずは、小木・港ペア。素が、なんか普通にイラッとくる港に期待。お願いします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 。よろしくお願いします。よろしく。よろしくよろしくお願いします。よろしくって言われるんですよ。じゃあ自己紹介してもらって。ミナトリックです。はい、ちなみに僕の映画とか見たことある？ある。ある。何個かある。ちょいちょいタメ口出る。何個か。何個か。どれとどれとどれ。最初のと3本目と。最初のと タイトルで言ってくれる。あと3本目と。だからさ、タイトルで言ってくれる？タイトル。タイトルありましたっけ？最初のタイトルなんて言うんだっけ？タイトルありましたっけ？タイトルあるよ、映画だから。あったっけタイトル？いや、タイトルない映画おかしいじゃん。シロップね。あ、シロップね。ドロップね。綺麗に突っ込むな。そんな甘い映画じゃないから。綺麗だね。綺麗に突っ込むな。じゃあどんな映画だったか覚えてる？内容はあんまないやつだったよ。内容あんまないやつだったか。内容は脚本書いてるから一応。実は品川の映画は1個も見てない。あ、見てないんだ。品川とか言わない方がいいんじゃない、やっぱオーディション。優しい、我慢してアドバイスして。気づいたね。はい、金魚カフェどうだったの？そういえばあれどうなったの、あの金魚カフェ、あの金魚カフェ、あのどうでもいいカフェ。いや、そんなあったじゃん、どうでもいいさ。金魚カフェあったけど、代々木に出してたでしょ。代々木だっけ、なんかどっかに出してたでしょ。いや、やってたけど、あんま俺テレビでそれあんまり言ってないし、金魚カフェやってた。品川の奥さんがやってたかったね。金魚カフェ。そうなの。カフェはもう閉まりましたよ。閉めました。閉めたの。閉めたの。閉めたよ。なんで。なんで関係ないでしょ、金魚カフェ。これ映画のオーディションだから。俺が立て直してやろうか。俺が立て直してやろうか。俺が立て直してやろうか。金魚カフェを。いや、もういいんだ。ちゃんとこう円満に金魚カフェは終わったから。俺トンカチ叩けるし。でも俺トンカチ叩けるし。そういう立て直すってこと。立て直してやる。王道具的に立て直すってこと。いや、大丈夫。金魚カフェは円満に。いくらでもやってるよ、そんな。いや、だからちょっとおかしくない？トンカチ叩けるし。いや、トンカチだけじゃもうどうにもなんない。カフェ建て直すってそんなに簡単じゃないよ。カフェ建て直すって
だってあの豊洲だって俺が作ったんだぞあれ。ちょっとアクションやってみよう。だってあれあのアクションやってみろ。豊洲のさ、あの築地カレー店、うん、あれ俺作ったんだよ。そうなの。水溜まっちゃったけどさ、ちょっと水溜まったけどさ、ちょっと水溜めちゃったけどさ、何を笑ってるの。水溜まっちゃった。やめんだよ。いや、ちょっとそうなってるけど、ね、水溜まっちゃうのは意外だったけど、水が溜まっちゃうの意外だったけどさ、生まれる前でしょ。今ニュースでバリバリやってることだぞこれ。とりあえず持とうか、なんか。いやでもニュースでやってたから始まんない。バリバリ時事ネタだから。だからそのアクションを見たいから。なんで俺の話聞かないんだ。なんで俺の話聞かねえんだよ。いや、なんでおめえ俺の話聞かねえんだよ。そのそっくりそのまま。でも一回お前が俺の話聞けよ。じゃあなんで俺がお前が俺の話聞けよ。おめえ何がしてんだよ。何がしてんだよ。オーディションだよ。オーディションか。やれよ早くオーディション。じゃあもういい、やれよ早くオーディション。いやだからやってんだよ。お前がやれよ。じゃあお前がやれよ。オーディションやれよ。オーディションしたいんだろ。座ってんじゃねえよ。オーディション見るやつだから。でも座ってんじゃねえよ。いや座ってんじゃねえよ。とりあえず持とうか。早く武器持てよお前。じゃあもう分かったから武器持てよ。いやお前が持てって。おめえ持ったら俺持つよ。おめえ持ったら俺持つよ。俺が持ったら持つのね。持つ。絶対持つ。絶対持つ。子供みたいになってる。子供だよ子供。嘘だよ。嘘だよバーカ。嘘だよバーカ。嘘つく。嘘つく。嘘だよバーカ。なんだよ。何か立たせてくれよ。どっかなんかセットあれば立ててあげるし。なんかほらセットとかあったら立ててあげるし。いやだってそういう仕事のところに面接に行けばいいんじゃない。映画のこれオーディションだから関係ないから立てる。芝居はお前がやれよ。だから芝居はお前がやれよ。俺は立てるから。俺立てるから。だからその大道具のオーディションじゃないからこれ。俺たち最高のチームだな。俺たち最高のチームだな。いやチームに回ってないから。お前が芝居をして、俺がセットを立てる。だいぶ遠いよ。最高のチームだわ。いや俺は監督をして、君がそのお芝居するかっていうオーディションだから。立てたいんだよ。何を立てたいの。セットだよ。セットだよ。セット立てたいの。じゃどんな感じで立てるのかそれ見せて。セット立てる感じ。じゃあまずお前からやれ。じゃあまずお前からやれ。なんで俺からやれ。セット立てる。見ててやっから。俺現場監督やるわ。見ててやる。もう見ててやっから今。いやいやいや。見ててやるから。おかしいし、やりなって。お前がやれ。お前がやれよ。いやお前がやれよ。もうお前帰れよ。もう帰れよお前も。なんでお前が帰れよ。お前が帰れよ。お前が帰れよ。じゃあ8ポイント。いいんだよ、やんねえのかよ。じゃあやれよ。じゃあ俺がやったらやる。やるよ。やる。じゃあでも本気でやれよじゃあ。本気でやる。セット立てればいいでしょ。やるの。俺がやったらやるの。やる。絶対やる。やる。はい、そっち持って。はい。ちょっともうちょっと右。本気でやってる。はい、右。何も見えてこない。何も見えてこねえんだよ。お前失格だよお前。いやなんか。なお前も。もう帰れよお前。帰れよお前。お前が帰れよ。これもう。じゃあいいよ帰るわ私も。俺帰るわ。じゃあもういいわ。帰るわ。うん帰ってやもう。立てたかったな。立てたいね。立てたい。ありがとう。ありがとうじゃねえよ。すいません。謝っちゃうよ。で24ポイント俺。おーやった。うまいっすね。帰れって言ったらお前が帰ればもう絶対でしょ。絶対だからね。これいいな。ずるいな。これいいパターン見つけたよあれ。使っていいんでしょ。そう使っていいでしょ。じゃあ次誰行く。私行きます。大久保さん。じゃあ私は川上で行こうかな。あらまあでも突っ込まれにくいかな。どうだろう。続いて大久保川上ペア、うるせーよ狙いでポイントを刻めるか。お願いします。すいません。すいません。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。
とりあえずご紹介してもらってもいい、川上奈々美です、はい、よろしくお願いしま お願いします。特技とか。特技は歌うことが好きだったり、うん、あとヨガをするのが得意だったり、はい、なんかどっちか見せれる。ヨガをしながら歌を歌います。そうですね、じゃあ両方ヨガをしながら歌を歌う。ヨガしながら歌を歌う、はい、だいぶでかい声で歌って、はい、いきます。ねえもともともとぎゅとぎょしくしなこんなにすぎて感じるかいいよ、背中と品川さん背中と大丈夫、もう大丈夫。聞いてる、聞いてる。ちょっと聞いちゃってる。うるせえよ、欲しかったですよね。うるせえ、欲しかった。喉開いてないんで、もう一回いいですか。まだでもなんか、初めなんで喉が開いてなかったんで、もう一回いいですか。いや、もういいよ。もういい、もういい。お願いします。お願いします。まだあります。うん。いきます。ねえ、もっともっともっと、ゆっと、今日セクシーな。だいぶ分かった。声量すごいっていうのもだいぶ分かったから。私奥さんのミキティのファンだったんで、あの私実は奥さんのミキティのファンで。いや違うの、奥さんミキティじゃないから。俺誰です、誰ですか。俺の奥さんナミ知らねえなそんなババ知らねえなそんなババ知らねえなそんなババって、ババ一般のババアだからね。ああ、金魚カフェのババアか。金魚カフェ、なんでみんな金魚カフェに勝利じゃねえかって笑いだよ。じゃあちょっとなんかアクションやってみようよ、はい、なんか持ってね、はい、じゃあ竹刀持ちましょうか。じゃあどれでもいいんですよね。ああいいんじゃない、はい、うん、でちょっと曲かけるからそれに合わせてやる。曲大丈夫です。あ、曲大丈夫です。歌いながらやります。曲大丈夫、はい、歌いながらやるんで。いや歌はいいんだ、別に歌はいいんだ。やらせてください、やらせてください。すいません、お願いします。だって歌怖いんだもん、なんか近くに。いやでもちょっとやっぱ距離って大事。いきます、うん、いきます。聞いてる、はい、始めないです。あ、聞いてる、はい、大丈夫です。大丈夫、全て夏のせいにしちゃおう。うるせえよ、うるせえよ、うるせえよ。いや、こっち音楽用意してるから。あ、でも音楽大丈夫。じゃあ音楽あってもかけてもらって。あ、じゃあ音楽一回かけてもらって、うん、音楽かけるよ。音楽に負けないように大きい声で歌って。水いただいていいですか。ちょっとお水いただいてもいいですか。いや、喉がカラカラなんで。水ないよ。喉がカラカラなんで。品川さんの横にあるやつ。これ。いや、それ俺のだよ。これ。いや、俺のだから。いや、俺の飲まないでしょ、普通。すいません。いや、すいませんじゃなくて、いや、俺の水だから。一気に、一気に行く。一気に後ろ。いや、一気に行く。ちょっと残す。ちょっとだけ残しますか。ハイキングウォーキングみたいなのやめて。ちょっともう一回やってみる。じゃあ拳銃バージョンでやってみる。あの歌さえ歌わなければいい感じだったと思う。拳銃バージョンでやって、で最初のあのワンフレーズぐらい我慢して、そこからまた大声で歌っちゃって。わかります。あ、マシンガン、マシンガン。曲かけるわね。はい。
最初だけちょっと我慢してすぐ歌ってみた。ちゃんと、はい、動きつけて、はい、いける？はい、わかりました。入りいいよ。入りいいと思う。あ、かっこいいかっこいい。いいじゃん。あ、かっこいいじゃん。ちょっと水もらっていいですか。ちょっと水もらっていいですか。いや、もうないから。ないから。さらせんじゃねえよ。ペットボトルで頭、品川さんの軽く殴ろうか。いや、ちょ、何やってんの。さらせんじゃねえっつふざけんなよ。ふざけんなよ、出た。ふざけんなよ、出た。さらせんじゃないから。すげえ、いい加減帰るぞバカ野郎。もういい加減、いい加減帰るぞバカ野郎。いや帰れよ、帰れよ。おお、出た。うっせえな。帰りましょう。帰れよ、帰るよ。でドアのとこで帰るふりして振り返って、本当に帰るぞって。何、すいません、毎回すいません。おい、本当に帰るぞ。帰れよ。おお、オッケーオッケー。おい、よっしゃ。これ結構相当稼いだよ。稼いだね。すごいっすね。あ、川上の歌を生かして。戦いましたよ。よっしゃ、すごい。よかった、よかった。優秀、優秀なロボット。点数高いんじゃない。曲で言ったね。曲でうるせえで稼いだでしょ。今と大久保さんトップですけど、庄司君はもうね、相方だから怒らせ方は知ってるよね。そうですね、うん、ちょっとキレさせないといけないですから。高得点をね、誰にした方がいいの。誰が向いてるかな。大野木さん、うん、とかどうですか。あんな可愛い子に、ね、最後は庄司桃野木ペア。品川を知り尽くす庄司が優勝を狙う。あ、森戸ね。すみません、失礼します。もうめちゃめちゃ近くに座ってください。椅子ごとめちゃめちゃ近くに座って。お願いします。特技ありますか。特技はスキューバダイビングです。スキューバダイビングです。スキューバダイビングやってるよね、はい、広島。あ、スキューバダイビングやってるよね、広島。あれ、スキューバダイビング。あんま広しって言われたことない。一応スキューバダイビングやってるよね。やってる、うん。自慢してるよね、よくね。自慢してるよね、よく。うん、そんなイメージなのかな。でもスキューバダイビングやってますとかあんまそんな言ってないけどね、うん、すぐ自慢するもんね。いや、すぐ自慢するもんね。あ、そう見えたってきてる。自分がやってることすぐ自慢するもんね、うん、だって自分がやってることすぐ自慢するもんね。ちょっと自慢して、最近の自慢ちょうだい。最近の自慢ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい。最近の自慢、あ、じゃあアメリカ行ってショートムービー撮った。もっとちょうだい、自慢ちょうだい。もうちょっと自慢ちょうだい。品川ってやっぱ自慢じゃん。やっぱ品川って言ったら自慢じゃん。いや、俺って言ったら自慢なの。怖い怖い。自慢じゃん、自慢じゃん、自慢。いやさ、自慢っていうか誰と飲んだ。自慢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 。いや、誰と飲んだって。ジマティだね。普通ジマティだね、それ。ジマティだから、そのミキティ俺関係ないから。じゃあミキティって言って。え、ミキティって言って。いや、それ庄司だから。あ、どう、まあね、筋肉見せてミキティって叫ぶのあれ庄司だから。うん、しつこいのがイライラするの、うん、いやいや、イライラしてる。え、ちょっと待って、これオーディションじゃないの。え、待って、これオーディションじゃないの。オーディション、オーディション、オーディション。うん、いや、どこ、矢継ぎ早に来るからさ。ね、うん、確かに。いや、ちょっと特技聞きたかった。え、他の人たちどうでした。ペロ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 
ペロペロって思う。オーディションやりましょうよ。もうオーディションやりましょう。いやだからオーディションやってんのよ今。俺の映画なんか見てる？あーテロップドロップ。それバラエティ面白いですね。うまいね。ドロップってどんな内容でしたっけ。ドロップってどんな内容でしたっけ。だからペロ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 なんで急にペロペロって出ちゃうずっとペロペロ相槌のようにペロペロ相槌のそのペロペロって何ペロペロペロふざけてる。あいいね。ふざけてるペロペロ。いやふざけんじゃねえよ。あいやふざけてない。ふざけてないですよ。ふざけてない。いやごめんなさいふざけてないです。本当にふざけてないです。ふざけてない。ちょっとアクションじゃあ見て。アクションやりますか。見ようか。じゃあアクションやりますか。なんか持ってる武器。何がいいかな。一緒に選んでもらっていいですか。ちょっと一緒に選んでもらっていいですか。いや恋人じゃねえんだから一緒に選んでもらってもいいですか。こっち来てよ一緒に選ぼう。いや自分自分で選べるでしょ武器ぐらい。はい。でどれにする。俺が選ぶの選んでよ。じゃあ一番似合うやつ選んで。一番似合うやつ選んで。一番似合うやつ恋人みたいな感じで。今と恋人みたいな感じで。だ今は本当犯罪を始める恋人同士の役なの。いや違う違う。あなたが犯罪を始める恋人同士の役なの。二人でね犯罪これから始める。なんで演出してんだよ。なんで俺が演出されなきゃいけないんだよ。いやだから二人でこれから犯罪を始める。初めての犯罪だから。初めての犯罪だから。誰にしようか。でもいまいちこう犯罪の怖さを分かってない。ぶっ飛んだ設定ないと思うよ。だってあでも、でも大事なのがいまいち犯罪の怖さを分かってないわけ。分かってない。深いな。まだ分かってない。深いな。まだ分かってない。ちょっとお店入るところやってみようか。やってみようか。じゃあちょっとお店入るとこからやってみよう。いや誰が誰に見せんのそれは。二人でやって俺がいいのかもしれない。お店で武器買うとかないよ。監督だからね。やれるでしょ。まあ、監督だからやれるでしょ。武器屋さんとかないよ。やるもうこの下についてる武器なの。いやいやちょっとやめてよ気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪いってなんだよ。えちょっとでかくなってる。いやでかくなってないからでかくなってないです。いやでかくなってないビッグマグナム。いやビッグマグナムじゃないから俺全然全然ビッグでもマグナムビッグマグナムビッグでもマグナムでもないから武器屋さん入るのやんじゃないの。うんやってよちゃんと。俺も付き合うからじゃん。おご飯はまだ食べてないっていう設定。その武器屋さんでバカなカップルが初めて武器選びに来たのね、うん、あご飯はまだ食べてないっていう設定。ご飯まだ食べてじゃあちょっとお腹空いてんのかな。そうそうそう。じゃあちょっと入ってみ。お腹減ってんのね。ビッグナグナ急にビッグナグナどうしたの。一緒に行くからじゃあ。じゃあ待ち合わせじゃないのね、うん、一緒に行くのね、うん、はい、じゃあちゃんいやお腹減ったな。お腹減った。明日初めての銀行強盗だからな。なんか武器は選ばないのな。ちゃんとやってる。やっぱ殺傷能力で考えたらマシンガンだろうな。ああ、うん。でもこれが一番強いと思うんだよね。ゆっくり返して帰ってください。絶対マシンガンがいいと思う。ゆっくり返しれっとしれっとゆっくり返この自信につながるよね。うん金出せって言って、うん、何やめんなよ途中で。おいおいおい、あれ書いちゃった。何なんだ結構怒るんだけど近い言葉言うんだけどね。ピンポイントだからね。本当にあんな自慢とか言われるとめちゃめちゃ切れるんですよ。いや最初なんか気悪くなってたもん。怖い顔してたよ。でもあそこからワードを引き出すってやっぱ難しいですね。そうね。ということでね優勝は大久保さん。やった。ありがとう川上。優勝はデカすぎる歌声で攻めた大久保川上ペア。品川君はこれは別に優勝ばらさなくたって。落ち込ない。だから本当にこうオーディションしたと思ってんのかな。マスカット頭おかしくなってる。関わりたくねえぞっつって言って帰ればいいでしょう。いいよね。おやすみ戦艦通過さ。